小山医療福祉グループの江藤です。秋元です。この度は被災に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。この災害は人事ではなく、明日は我が身と感じております。一日でも早く復興できるように私たちも尽力いたします。小山医療福祉グループで支援に行かれている職員の皆さん、お疲れ様です。皆さんがリアルに見たこと、聞いたことが正確な現地での情報だと思います。その情報をもとに必要な支援を送りたいと思っております。大変だと思いますが、引き続きよろしくお願いいたします。頑張ってください。